いろいろ取り揃えてる。まあ見ていってくれ。今後もよろしく。館の方が騒がしかったけど、何かあったのか？おい、クラウド。プレートの上に行く方法を知らないか？今はどこも限界態勢さ。ネズミ一匹通れやしないよ。ウォールマーケットでもコルネオの手下どもがアバランチ狩りとか言って騒ぎ出してね。ん？右腕が銃の男。ん？なんだよ。アバランチの一人がそういう男らしくってね。コルネオの手下どもが探し回ってるのさ。アバランチには今シンラの懸賞金がかかってるからね。小遣い稼ぎでもするつもりなんだろ。やることは他にいくらでもあるだろうが。右腕が銃の男を五番街で見たっていう情報があってね。花がいっぱい咲いている家に出入りしていたらしい。な、ダメ、それはダメ。戻るぞ。厄介ごとに首を突っ込むのが趣味なのか？五番街へ向かいきな。あんた、アバランチとも関わりがあったとはね。五番街へ向かうなら気をつけていきな。いらっしゃいませ、クラウド様。常連かよ。アニアンはいるか？申し訳ございません、アニアンはジムに行っております。そうだ、クラウド様、よろしければ夜のステージにご出演を。断る。クラウド様ならいつでも歓迎いたします。クラウド様ならいつでも歓迎いたします。
いくらいい曲でも2枚はいらないな。一晩経ったけどまだ心がざわついてる。館の方が騒がしかったけど何かあったのか。館の方が騒がしかったけど何かあったのか。あれ、新羅兵どこ行った？プレートの事故と何か関係あるのかしら。本日の闘技場はいつも通り開催するよ。コルネオさんが消えた。受付中だよ。こんな時こそ熱い戦いが人々の心に火を灯す。ふるって参戦ください。いい加減その辺にしておいたら。もうまだだ。オニオンさん、アニアンさんが止まらないんです。クラウドか。どうした？プレートの上に行く方法を知らないか。今の状況では無理だろうな。ほう、見事な出来栄えだ。そこのレディ、ただものではないな。え？しなやかで均整の取れた美しい筋肉だ。思想が見える。いい師匠についたな。しかし今はひどくこわばっている。迷っているな。ティファ。ねえ君、ティファ君、せっかくだし兄と勝負してみないか。思いっきり汗を流せば胸のモヤモヤもすっきりするよね。私は構わないが。たな。では懸垂で勝負だ。失望させないでくれよ。
だね。さあもう一度、うん、その調子だよ。まだまだいけるはずだよ。このまま続けていこう。美しいフォームだ。その調子だよ。素晴らしいね。いい感じだね。どんなものかい。ありがとう。楽しませてもらったよ。一部が全てを決めてしまうわけではない。諦めず何度でも挑んでこい。見たんだよ。死んだ兵がコルネオさんの館に入っていったんだよ。元気にしなくちゃ。あれ、新羅兵どこ行った？
私見たんだよ。死んだ兵がコルネオさんの館に入っていったんだよ。お、乗っていくか。前にコルネオの手下がやってきて、エアリスの家の方へ。少し前にコルネオの手下がやってきて、エアリスの家の方へ。本当にこんなとこに現れんのか？右腕が銃の男。近くで見たってジョ。おい、あいつの右腕。俺を探してんだってな。望み通り来てやったぜ。ま、あの時の。やっぱりてめえもアバランチだったんだな。どうだろう。かの、なめてんじゃねえぞ。おい、あいつを出せ。お、おう。へ、コルネオさんの秘蔵っ子よ。お前ら全員ギッタギタに切り刻んで神羅に突き出してやる。大したことはねえ。マジかよ。
早すぎるだろ。俺にはまだ。おい、あいつの右腕。俺を探してんだってな。望み通り来てやったぜ。ま、あの、やっぱりてめえ。どうだろう。かの。お、お。へ、お前ら全員ギッタギタに切り刻。おい、あいつの右腕。俺を探してんだってな。望み通り来てやったぜ。ま、やっぱりどうだろう。かの。お、お。へ、お前ら全員ギッタギタに切り刻んで。マジか。今
やってやる。頼られちゃうな。とっておきだ。こんな、そっちはどうだ。下がっている。マジかよ。引き入れます。遅くなった。まだやれる。これからだって。そっか。そっちは任せる。振り絞るよ。引き受け。待ってました。当てる。はい、邪魔だ。うん、はい。へへ。うん、期待してるぜ。まあいい。やってやる。
貫く。挽回するから。もう懲りたよ。あんたたちのことは誰にも言わねえから見逃してくれ。五番街で見たのは人違いだった。この話を広めろ。死ぬ気でやるんだな。もしまた怪しい奴がいたらすりつぶすよ。わかりました。スリバチは息子が手に入れてきたんだ。モーグリから買ったとか言ってたな。悪いな。なるべく早く集めてくれ。神羅製の薬もかき集めてるが足りないんだ。エアリスは自分家以外でも花を育ててるって言ってたな。材料さえあれば俺が調合するよ。そういや、患者が地下施設でベヒーモスを見たって騒いでたな。地下施設ってなんだって話だよな。材料さえあれば俺が調合するよ。スリバチは息子が手に入れてきたんだ。モーグリから買ったとか言ってたな。悪いな。なるべく早く集めてくれ。エアリスは自分家以外でも花を育ててるって言ってたな。神羅製の薬もかき集めてるが足りないんだ。材料さえあれば俺が調合するよ。スリバチは息子が手に入れてきたんだ。モーグリから買ったとか言ってたな。そういや、患者が地下施設でベヒーモスを見たって騒いでたな。地下施設ってなんだって話だよな。
また見に来てほしいクポ。7番街で事故が起こったんだって。マテリアは災害時にも活躍しますよ。ご利用ですか？いつでもお声掛けください。ようこそサムズデリバリーへ。